牛肉の関税が焦点になっているオーストラリアとの EPA ・経済連携協定をめぐって都内で閣僚級の協議が行われたものの合意には至りませんでした。大変厳しい雰囲気の中ですが、まあ、率直な意見交換はできたと協議を継続していこうということになりました。 林農林水産大臣とオーストラリアのロブ貿易投資大臣との協議はおよそ5時間に及んだものの合意には至りませんでした現在38.5%の牛肉の関税をめぐってオーストラリアはこれまで半分以下に引き下げるよう求めていましたが日本側と折り合いがつかなかった模様です 7日に開かれる安倍総理とアボット首相との首脳会談で妥結することを目指していますが決着はギリギリまでもつれ込みそうです